やんなきゃってなった。相手誰かと思ったらルカやん。そう、そんなこと言ってないですよ。あ、ありがとうございます。言ってないですよ。あ、ルカの方、それな、突然だね。でも、うん、けどちょっと一旦お風呂入ろうかなって言ってでも今日リハの時にルカに今日やろうよみたいな話をしてたのを思い出して、で一回お風呂入る前に確認したら今始めたって言うからじゃあじゃあじゃあお風呂上がったと思ってできるかなと思ったからうん、そう、じゃあ時間は計算したい。いやちょっと入りすぎちゃうところあるから。入りすぎちゃうとこあんだ。配信とか、あとね、本当はしおりも一緒にね、やろうと思ったんだけどね。あ、ね、ちょっと二人だからね。そうなんだよ。こう、四人ぐらいできたらいいのにね、ここら辺とか。確かに、二人以上もね、できたらいいのにね。うん。人。低いですね、あの人。ちなみに家にいます。ね。しおり、しおりはガムちゃんと、あ、ガムちゃんね。その後のインスタで、うん、しおりはね、喋ろうっていう話をしたんだよね。ね、ルカ、おとといだっけ、ゆずきがやってたの、うん、インスタライブ。多分おととい。おとといか。おととい、ルカたまたまお風呂上がりにゆずきがインスタライブやってると思って見つけて、参加したろうって思って、でもマジの風呂上がりだったからやばいと思って急いで髪乾かして、うん、よし。参加しようって思ったら、もうやめてたの、この人。いや、そうなんよ。やめてたんよ。そう。ねえ、と、ルカめっちゃ急いだのに、と思って。ちょっと損したね。いや、でもそれにはちょっと理由があるんだよね。なぜかっていうと、充電がないかったっていう。うん、充電しながらさ、配信できんじゃん。インスタライブ。なのに、なんか、本当にいつも暑がってるもんね、ケイト。ちょっとマジであれはいい写真ばっかだった。いつだっけ、何が、あ、ここか。いや、本当にいい写真撮ってるんだよ、めっちゃ。本当載せたい。うん。載せていいかな。行ってきましたって。だって、最初のやつには使われてない。キキチャーしか。いっぱいあるんだよな。これ乗せたい。しおりが寝てるやつ。寝てるやつ？何？これ、これ乗せたい。あ、それ。それやばいね。これも乗せたいし、乗せたいでしょ？あと、しおりが、これ。何？みんなの楽屋がうるさくて。あ、押さえて寝てたやつね。いっぱい写真あるんだけどな。ね。載せたい。ちょっと聞こうかな。いつになったら載せられるんだろう。やばい、しおりの写真しかない。しおりと蒲田ね。あ、かまたのも多いよね、なんか今回。かまちゃん、ほんとに面白い、うん。なんかちょっとまた今度あれやろう。かまちゃんの目の前で、かまちゃんがなんか食べた後、一言目なんて言うか当てる。あ、あれね。あれね、ちょっとおもろいよね。いや、あれガチでおもろい。死ぬほど笑ったもん、ほんとに、あの時。死ぬほど笑った。ほんとに。あれはちょっと面白すぎたね。でみんななんかありえるんだよ。みたいな、それ。そうだよ。みんないいとこついてくるんよ、あれ。みんな分かったんだよね。それをみんなの目の前で聞いたのを受けて確認するわ。あ、なんだっけ好きじゃない。チョコレート、私はどっちもいい。なんだっけな。あ、かまえちゃうね。これ映像載せれないからな。ね。そう、早く食べて。食べた。どっちだこれ。誰が正解？
もういいかな。怖くない、なんか。ああ。もう動画にはないかな。じゃあなんか美味しくないって言って、その後なんか、ね、カカオ使いすぎてるみたいな、なんか評論家みたいなこと言いました評論家みたいになりがちっていじられてた。いやそう、なんかやっぱキキちゃんのちょっと、あ、キキちゃんからそうだよね、キキちゃんからなんか濁りの話しなきゃって濁りの話されてもするみたいなお茶キキちゃん結構ガチでやってたんだけど、うん、評論家してたね。そう、すぐ評論家。そう、なんかゆずきが普通に間違えたのに、なんか、え、みたいな、なんで間違えるのみたいな飛んできてやば、もう本当に面白かった。ノーカットでお送りしたかったわ、あれね。あれね、全部おもろかったからね。いや面白かった。いやそのうなぎパイの時の方も面白いから、本当あげてほしいんだよな。ね、本当に見たい。おもろかったな。マジで面白い。面白いなって思うね。いや、改めて今日も距離派だったんですけど、うん、なんかルカが出てない出番の時にもう、うん、すっごい端からなんかこうやって携帯構えて。鎌田は何かやってくれると思う。逆側にずっといるからさ。そう、あんま映んなかったんだけど、推しカメラとしてはちょっとね悪いんだけど。あれがね、でも、うん、何か起こしてくれると思ってずっと撮ってた何か起きた、その動画。いや起きなかったね、ただなんか、うん、起きなかったけど、そんな大爆笑するようなことは、うん、まあでもちょっとダンス見てるだけでおもろいよね、なんか変わったなんかすごい ほんわり心がなんかほんわりする、変わったのダンス見てたら、うん、確かにそうだね。あとすごいさ、別に間違えてないのにさ、なんか不安そうにさ、うん、周りキョロキョロしないのか、こうやってめっちゃ見て、ま、周りめっちゃ見て踊るんや、あの人、こうやって自信持てよと思って面白い面白いいや、カマちゃん本当に面白いんだよな。リハのカマちゃんって本当に面白いね。面白いよ今日もさ、まあ、今度見せるんだけど、うん、今度その鎌田を見る仕事をね、うん、皆さんに見せるんですけど、うん、あの今日びっくりしたのが、なんか立ち位置ってさ、こうデータで来るじゃん最近って、うん、携帯に、うん、まとめて、うん、でそれを見て覚えてきたりするし、まあ、紙でも一応もらうじゃん、うん、鎌田はあの紙の立ち位置用とデータで送られてくる携帯の立ち位置を一緒に見てた。一緒なのに。一緒の立ち位置、なんか両方見てて、え？みたいな。絶対どっちも一緒やんって思いながら。どっちも見てなんか練習してて。それいるみたいな。どっちかいらんやろみたいな。あ、面白い。それを。カマちゃんって絶対に立ち位置表持ってるから。いや、それないよ。大体ね、こうやってあらかじめデータでね、送られてくるから、まあ覚えてくる人もいれば、まあ、基本的に覚えて、自信持ってんの。絶対持ってきてくれる。だから、たまにさ、たまにうちらも覚えてきても、あれ、うん、どうだったっけみたいな不安なところあるじゃん。うん。そんな時のかまちゃんなんだって。いや、そう。それないよね。だから、ちょっと申し訳ないけど、やっぱ先生ってさ、何十人見るから大変じゃん。そうだね。そうだから、わかんなくなったら、ちょっとかまた体重を見せて。そう。おやおや。ここどこ？そう。手は助かるんだけどね、はい、そう、そしたらもうすぐ普通に教えてくれるよね、うん、はいはい、あ、そうそうそう、しかも探してくれる、あ、ここみたいなここまで教えてくれる、え、そうそう、ここだよっつってあとって思ってそう、本当に面白いでもそういうの助かるんだけど、なんか、うん、なんかさ、あの、なんていうの、うん、うん、あの自分が分かんない時に、まあ、覚えててさ、完璧な時はさ完璧だけど、なんか
ちょっとさ、こっちで動線とかさ、立ち位置があれみたいな。みんななんかあれ、うん、バランス違くないみたいな。なんか揉め事してるとさ、蒲田入ってこう、なんか。立ち位置が持ってるからさ。入ってくる。立ち位置を持ってるからさ、ちょっとなんかわかるからってさ、え、こここうだよみたいな。仕切ってくんの。ゆきわかんないことあって、隣にクマがいたから、クマにさ、こうやってこうみたいな話してると、いつの間にか3人で話してんだよね。いいの、入ってくるよね。そう、いて、なって、ゆきが、えみたいな。好きなの。やばい。私なんか、なんか先生に、どうしてもうちらが解決できなくて、うん、じゃ先生にちょっとすいません、みたいな。うん、ここはあのこうでどうですか、うん、みたいな説明してでもなんかみたいな、もう途中で多い張り切って言うよねいつも。本当にいやでもそれが本当に面白すぎて、好きすぎて、うん、期待しちゃうんだよね。今日は 何をかぶせてくるかな、かまちゃんに。クマも控えめないよみたいな。そう、隣でかまちゃん、うん、今クマ喋ってるから、ちょっと待ってそれ終わったら本当にお前ら悪いわ。そう、うちはね、上おもろいっす。おもろい。何か起こるもん、絶対もしてほしくない。もうずっとその距離感でいてほしい、ね、おもろいんだよな、ほんと。ロッキーのリハとか、だいたいその二人がね、何か起こす、ね、大概がそう。ことあったらすぐ教えてくれるから、だからそうやな、伝わらんな、あんま思っててこれやってないからな。確かに。うちらさ、楽屋がピークなんよ。もうよくないんだけど。ほんとよくないんだけど、ケツ公演とかもそうだけど、うん、楽屋がピークになっちゃって、おばあちゃんの時いるかも、ふぅってなっちゃって。一回休憩のさ、ストーリーマジでおもろかったんだけど。いや、おもろかったね。やっぱり、なんかその、なんだ、いつから始めたんだ、自粛でさ、なんかさ、6人公演とかしてた時ぐらいから、多分ストーリー、楽しいストーリーあげようみたいな。うんうん、確かに。そう。やり始めたんだけど、うん。やっぱ、おもろいストーリーを心がけてんの。そうだね。そう。いや、見に来る人ってさ、やっぱさ、楽しみじゃん。推しメンに会えるってさ、やっぱうちらが SNS で楽しいことしたらもっとおもろいやん。来るのが楽しくなるやん。それな。いや本当にだから、そう、ああやって変なストーリーばっかりやってるんだけど。それね。ルカ結構、なんかハイライトに残してるじゃん。あ、残してるね。そう、いつでも見れるようにやってるんだけど。友達とかもね。そう。たまにね、見返しちゃう、おもろすぎて。わかる。そう、好きすぎて。ルカのアカウント探して。見るよ。見ちゃうよね。うん。あ、豚ね、豚。あ、ちょっとまたランキング更新しようって思ったのに。俺が2位じゃなきゃいけないみたいなとこ。いや、そうなのよ。おっちゃん、アキレス腱伸ばさん。うん、どこも伸ばさん。どこも伸ばさない、あれ。いいよ。本当に面白い。ちょっとなんかみんなも なんかあったら教えてね、蒲田ランキング。ゆずき、デーパー嘘。困った。え、固まったんだけど。キュッキュッカット。あれ、ゆずき動いてるやん。ルカが止まった。電波悪いやん。あれ、ルカ人のせいにした。ゆずきが電波悪いって。ルカ。
デンバー人のせいにするランキング1位か、あそれかもしれんな。うんか、うんか、かまちゃん入ってきてほしい。かまちゃん、かまちゃんともコラボ配信したいな。本当にみんな面白いんですよ、うちの同期。本当に面白いんですよ。リクエストでも。なんでやんで。新リクエストも来ないな。申請も来ないな。来週。Wi-Fi がバグったっぽい。LINE でけそう。起きた。え、どんな感じ？止まってた？ずっと。ないよ。電波消えたの。え？くせに。ルカが送んなくなったらみんな解約して。毎日送ってるかな、わかんないけど。言われたらルカもうやめなんてやめちゃうよ。だってさ、どうせさ、うん、ルカが今からじゃあ過去のまだ載せてないオフショット載せますみたいな、載せる。月末だったとしても多分登録するよ。おいおいおい。人がいいよもう。いや、そういう人もいる。いる？そういう人もいる、ちゃんと。けどまあ、そうだよね。勝てない。それはだってもう、ルカの持ち味だもん。けど、はい。それはそうだよ。それ、うん、それしかないやん。しか？それしか？それしかないんですか、私。え？もっとあると思ってたんですけど、それしかないんですか？しょうがない。あー、仕方ない。みんな見るとこはいい。ああ。あ、でも女子でも羨ましいですって。あ、ありがとうございます。うん。コメントしづらい話題だな、だって。って言ってる人が一番興味あるからね、本当に。そうやって、いや、俺は、こそっとモバメ登録してるタイプだから。お、みんなバレてる。出るから。バイセイチンだって。あ、ほらオフショットじゃなくてルカちゃんのグラビア見たいな、だって。じゃあもう今回発売されたゆずきとくまとかまたが乗ってるボム、うんうん、あるじゃん。グラビアの方が来るかもしれないの。言ってみろよ。どこです。皆さんアンケートって大事だからね。いや大事よ。今後そう見たいって思うんやったらやっぱそういう、うん、そうだよ。出てほしい人ね、ルカにしといたって書いてあるよ。よかったのに。あるから。ギフ版なんてあんの？ギフ版、ギフ限定で。え？これなの？こだわってたなって。いや、そうだよね。って言ってた。ルーちゃんは驚いた。確かに、ルーちゃんめっちゃ、と。限定グラビア。あ、いいじゃん。ちょ、ギフ。頑張ったよ。誰のグラビアが見たい？誰だろう？誰のが見たい？え、やってた？え、なんの、なんか、や、知らないかも。うん。うん。豆の写真は大きくお祝いしなくちゃね。みんなよく。うん。だったら、10周年な？ 19 周年。この間丸19周年だったから。うん。なるほど。たら10周年になるんじゃないか。ね、なるほど。うん。17ぐらい。あ、そうだ。それで、お披露目が、うん。とかだよね。うん。あれ違ったっけ？
なんだよね。お祝い。フェアボール。あ、フェアボール。え？あ、2月2。うん、しばらく気まずかった。え？でもなんかさ、お祝いするとしたらさ、まあ、楽屋とかさ、バタバタ2日出ないでしょ？出ない。なんかカウントダウンとかしない？朝とか言うかと思ったら。まあ、もれ、なんていうの？ 4 月は毎日だね。うん、5月とかになったらちょっとまた違う。ミチルカの誕生日だから、それはちょっと。ね、じゃあちょっと1日遅れで。あ、ぜひぜひぜひ。ユズキーみたいなやつ。キーみたいな。言い方もハッピーバッテイン。にお菓子のリュック作ったのとしよう。まあ、ポーチみたいな。あ、違ったっけ？わかんない。めっちゃ遅れてめっちゃ遅れて作ってくれた。でもルカもあれ作るのさ、憧れだったから、うん、思い出した。ちょっと何どこだ。じゃルカ自分のこと A プラスって言うじゃないですか。はい。ちょびっくりしたよ。もうちょっと怖いからさ、新しくして。あいやだ。プラスがやることじゃないのかなと思う。それはそうなんだけど、変えよ。天気とかこうやって綺麗に。私はあのちゃんとポーチ入れたいなと思う。お前の結構見るけどね。結構、え、O プラスだけどな。うん、充電、この野郎。作ってるだけだもん。なるだけじゃん。うん。そこにプラスが1個増えるだけで、はい。思考で1個、ポジティブなのかネガティブだと思います。今。昔はね、ネガティブだったけど、明日には忘れてるだろうと思って、人の話さ、うん、なんか、あ、これで怒ってるんだろうっていうくらい怒れてんだろうね。怒ってる時間がねちょっと無駄。ちゃんも言ったらなんかカマちゃんはイライラすることとか、うん、だから本当カマちゃんとかクマたる。そうやね。俺これだったかなとか、これって今日も結局は、うん、でも最近思った、なんか別に人にどう思われてもいい、決めればいいと思うよ。そうだ、はい、やめてもらっていいですか。だからあの、うん、4月末で終わりなんですけども、うん、でもやっぱね言いたいことみんなさ、やっぱさあるね、やっぱこっちがあるけど、うん、最近は言おうって思って、ね、ご意見も素敵、そう大事だよね、うん、やりません。2分に立ってさわーわー言ったらそう使ってるみたいな言い方なんていうの、内容みたいなやつ。あ、そう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 、それもないやつがあるとね、なんかあれがちだけど確かに、うん、うん、いいんよ確かに。あーそうです、なかったし知らんかったけど、うん、あれは知ってたやんね、ルンルンだけが知ってて知っててあれみたいな。トーク会の映像見てほしい、うん、大事ね今後だって。いやさては、うん、大丈夫だと普通の顔してちゃんと正論で言ってくる。浜松公園のでめっちゃみんなでさ、嬉しいみたいなこと言ってるけど、しおり今起きてる。うん、だって大人だから大丈夫じゃん。でしおりに今起きてんの。12時過ぎてもいいや。1時間10分してるって。あ、ほんとか。こっちにゆずき映ってるんだけど。えっ、撮って、うん、いつもありがとうって。いつもありがとう。で絶対あれじゃん、ホワイト、あ、ホワイトデー限定のギフトだ。こちらこそ。オッケー、なんかするわ。だって、うん、確かにね、ゆずき本当は入る予定だったのに。え、そうだよ、うん、次だよ。さっさと待ってるからね。じゃあね、じゃあね、バイバイ、バイバイ、失礼いたしました。